ベント。ミスタースコップ G と T ジパニャン G。出現率アップ中。なるほど。T コマさん G。T コマさん G ってのがあるの？ガーシャ。SSS4%。ティジバニャに 1.7%、 ミスタースコップ 2.5%。 おー、選べるコインだ。あ、またドリームマッチか。キャプテンロード、インディジョーズで最後マック。お宝を横取りするには横取りチケットが必要。うん。変わらん。横取り時の強さアップ、 T コマさん G。 挑戦者が T コマさん G なんだ。ああ、そうなんだ。今回はそうなんだね。で、特集がミスタースコップ G と T ジバニャン G。なるほど。エンマコイン G、 すげえな。いや、来たな、このエンマコイン G、 すげえな。あー、これはすごい。持ってないのばっかりだ。これどうなんだろうな、エンマゲットしたら闇エンマに合成できるのかな。じゃあ、オーカイラしか持ってないんだよね。丸ナゲット。グミ。
ちゃ。おお、なんだおい、びっくりしたよおい、暇じゃねえよマジで。いいよいしょ、丸投げた、やばいね。ポン、いやー爆死だ。ティーバーやんか、10連だいたい20連ぐらいで当たらずねえよな。あー一応金が来た、1個だけ、あ2個、じゃあ青からポン。おお、さっきの暇つぶし、よっちゃよっちゃ暇つぶし出やすいぞ。じゃあ上から、でも、ま、赤もね侮れない、早く技レベルカウントしたいな。よいしょ、赤からは出ない、オレンジ分取り横取りどっちだろう。さあ上から行こう、ボン、うわー最後爆死、爆死だったー。まあでもね、ちょっとコマさんゲットできないかもしれないですけどね、一生懸命また確率アップの時を目指して頑張りましょうかね。はい、残念ながら20連しかないもんでね、夜中回しちゃダメだよね、夜中の1時間ぐらいかな、朝の方がいい気がするな。はい、じゃあまた駆動会マガゲットしたいですね、マガね。でもこれもまあ、すぐゲットするのはね強い人ばかりだから大変だけど、まあ横取りって強さじゃないからね、マッチングなんで、だから弱い方が有利でもあるんだよね。だから強すぎないっていうのはまあマッチングで有利になるんで、だからまあね、まあ前回の武士には最終日ゲットしたんですけど、まあマカもね最終日は横取り厳しいので、そうですね、1週間前ぐらい、だから15日あったら、あの10日目とか8日目から10日目ぐらいにゲットできたらいいですかね。まあ妖怪も強くなってきたんで、妖怪、妖怪もね昔よりは戦いやすいので、なんとかねマカちょっとね、かなり劇団員の中でもマカ好きなんで、ちょっと今回武道会ミッションクリアしたいですね、向かってみてあれ横取りチケットね厳しいんだよね、買うのね、地獄ループに変わるからね。はいはい、今回の新妖怪をおさらいすると、マカ T ジバニャ G で T コマさん G だよね。でマカは、マカは横取り、ジバニャンガッシャ、コマさんはいつもの挑戦者、インディーは横取り、サスコップ G がガッシャ、キャプテンドードは横取りと、サニーレタスさんとスモードか、なるほど。で
ントはポイント集めはここだね。マカが Y ポイントアップか。で、Tコマサーチワープだから、こいつらをゲットしていくとポイントがまた割っていかないのね。なるほどね。で、トーナメント戦うには、T 自慢にインディがいた方がいい。インディは横取りだからな、インディ。まあ、とにかく T 自慢にはもう、言うと楽ちんになるんだね。はい。まあ、イベントね、15日間あるんで、まあ、ゆっくり、じっくり、完璧に、またクリアしたいですね。はい、じゃあ今日は、メンバー武道会ガシャでした。